ども、阿部ゆです。今回はハントレスで、やっていくよ。こんなとこから始まるのね。ここは確か、ここと、下に破壊可能壁ができてしまって、逃げ込まれるとちょっと時間稼がれるように、なっちゃったんだよね。マップのグラフィックアップデートとは、せっかくこんなとこからスポーンしたから、壊しとくね。さてと、どっこに行くのっかなぁ。ハントレスは一時期ハマってたんだけど、赤帯に上がってからボコボコにされて、しばらくモチベが落ちてた。また最近やろうと思って練習中です。カラスか。いたいた。まだまだボコボコにされるけどね。浮かれてるドワイト発見。なんでそんな浮かれた服着てるの？君、職場でいじめられてなかったっけ？よしよし。今回のパークアドオン構成はこちら。大してコンセプトはないです。あるものをつけてきたという感じ。タナトで遅延させつつ、苦笑願回しサバイバー落ちの共鳴で牽制するよ。ぶっちゃけ、不死破滅以外の遅延パークは、趣味でしかないね。やってないなぁ。ここがちょっと回ってる。蹴り入れとこ。時間ある強のも補充して。救助されたね。行きますか。どこに行くかなぁ。なんだかいまいち。サバイバーの動きが鈍いな。一体何やってんだろ。結構回ってる発電機あるな。やっと違う人見つけた。外しちゃった。次は当てる。お、違う人見つけ。この人、ハントレスの逃げ方知ってる人か。ちょっと時間かかるかも。その窓は飛べ。よし。気持ちいい。キラーやってる時、追われてるサバイバーが、発電機をやってるサバイバーの近くに、逃げ込んでしまう場面をよく見る。そんな時はなるべく、発電機をやってたサバイバーの方を、ダウンさせるようにしてるよ。なぜかというと、もしかしたら発電機をやってた方が、なすられたと思うかもしれないからね。そうしたら閉めたもので、だんだんとサバイバーたちの間に、嫌なムードが流れるかもしれない。そうしたら無駄な無理救とか、逆になすり返したりとかがあるかもしれない。そうすればこっちが探したり、意図的に発電機にプレッシャーかけなくても、サバイバーを見つけたり、発電機の周りが遅くなったりするだろう。そんな状況を作り出せればいいよね。とか言ってたら、一台回ったね。けどあんな端っこはかなりどうでもいい。浮かれたドワイト見つけられれば、幸せ。いた。はい、ストップ。あれな。距離感狂っちゃった。疲労斧なので、結果気にしなくて済む。そういえば、ハントレスのアドオンが、リワーク予定なんですってね。今つけてる疲労30秒の顧問とかが、4秒だか5秒だかになるとか、一撃斧にも手を加えるのかな？ハントレス全体の性能が下がらないことを祈るばかりです。結構回復してくれるなぁ。負傷遅延以外にも嫌がられてるんじゃない？さてと、無事に浮かれ野郎をリーチにできたから、サバイバー的には、あの遠いところの発電機やりたいんじゃない？もうドワイトの釣られてる側修理すると、偏るからね。なんかカラス飛んだね。いたわ。はい。このぐらいのスピードで、毎回ダウン取れればいいよね。なかなか難しいけど、あのドワイト、救われるだろ。だね。ドワイト殺しきるか。右に行くな。
クルリンパ。アタックだろ今のは。DS 怖くないので担ぎます。やっぱりなかった。ダメだよちゃんと DS つけてこなきゃ。トンネルされて殺されちゃうよこんな風にね。バイビー、斧補充。さてどうしようかな。見つけ次第殺すんだけど、一人まだ見たこともない人いるのよね。ビクビクしてていいのかな。そうだよこの人だよ。まだ見てない人はこいつも浮かれてんな。こういう場面で一発ちゃんと当てられるようになりたい。まあサバイバーの後出しじゃんけんだから投げすぎないように注意すればいいだけだけど。避けるのうまいな。おい、だから何って感じではあるけど、エイムずれちゃった。力みすぎたね。何してんだ。見えてんだよ。あっち行けこら。おやいたナイス。こいつはでかいぞ。このままあのエロディーチって、ここにイタチを入れたい。起こされた。当てたい。外れー。待てよ。やってないか。やってなさそう。男気発電されたら辛い。されたわ。まあこいつ吊るせるしいいか。あそこ媒体して回ってないしな。サバイバーの避けるペースにはめられてる。あんだけ頑張ってたのに、そこで倒しちゃうか。さあ、地下に行きましょうね。地下ハントレスで全員負傷。これは発電機回せないだろ。リーチ2人目。そして地の共鳴で、全員疲労状態。二窓の発電機やってるかな？ちょっと見に行こうね。発電機は割と散ってしまったから、この地下釣りを大切にしたい。やってない、と。じゃ戻りますか。無傷の奴が助けに来るだろ。いた。どうされましたか？腰が痛くてしゃがんじゃったのかな。まず一発。そっちに逃げる？それはまずいんじゃない。まあ助けに来るよね。こいつ適当に釣って急いで戻ろう。血がやたら落ちてるな。歩いたかしゃがんだか、遠く行けてないぞ。見つけ。ちょっとでも疲労回復しようとしたな。はい。なんか最初はこの人、うまいかなと思ったけど、そんなことはなかった。はい、ブチッと。助けに行ってるだろ。言ってなかった。すごい叫び声響くじゃんここ。だってさ、びっくりしちゃった。面白。ってなわけで、無事に全滅取れました。3人ほぼ同時に処刑するの、めちゃ気持ちいいね。ってなわけで、今回は全滅取れたけど、普通にやるなら、不死破滅の方がいい。このパーク構成、サバイバーの判断力によるところが大きすぎる。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録お願いします。ではまた今度。